はい、皆さんこんばんは。レトロゲーム大好きハルマリことハルキンマリです。さあ本日はこちら、メガドライブのですね中央機で遊んでいこうと思います。こちらはですねもともとは、セガさんが出た、横スクロールのアクションゲームでございます。アーケードゲームとしては1989年にね、稼働しているようですけども、メガドラに移植されているのはですね1988年かなの、11月に発売されているものになっております。いいですね。もういいですよね。大好きです。で、なんかね、もともとフルリメイク作品とかがね、プレイステーション2とかにも、発売されていたりとか、メガドラブミニでもね、収録されているものになっております。基本的にはですね、この獣人族っていう、ね、人を操作、人かな、操作して、どんどんね、獣へとパワーアップしながら、敵を倒していくというようなゲームでございます。途中に出てくる、なんか白い狼みたいなやつを倒すと、パワーアップできるような、スピリットボールっていうのが出てきます。で、それを取るとね、超強く、なんか、ムキムキの、人になり、そして最後、はい、獣になるっていうね、形でございます。さあ、まあ、他にもね、PC エンジンとか、ファミコンとかでもいろいろ出てるんですが、今日はね、メガドラで遊んでいこうと思います。いや、超久しぶりだからどのぐらいいけるかな。スタートでーす。えい。セガさんのアーケードとしても1988年なのかな、わからん。ちょっとそこ微妙です。で、来たよ。この、ちょっと上にうまくできなかった。けど、これで、はい、ワンマッチョ。これでワンマッチョですよ。あ、ちょっと。よし、いいよ。よし。よいしょ。もう最強ですよ。おいで、おいで。よし。これでツーマッチョ。ツーマッチョ、ツーマッチョ。はい。肩幅がすごい。あれ？ちょっとミスっちゃったな。上よ。うっ！ちょっと待って。その私にそのスピリット、なんだっけ？パワーなんちゃら。スピリットボールです。やーい。さあ、来ましたよ。もうこうなったら強いと思うんだけどな。さあボス戦です。さあ、そうこれをねひたすらやるっていう。ああ、すごい。このね、降ってくる頭がさ結構食らっちゃうよね。よいしょ。これがさ正式な、あ、ちょちょちょ、当たっちゃってるよ。よいしょよいしょ。あ、その隙間。よし。そろそろかな？まだかな？あ、震えてる。いいよ。震えてるよ。痛い。震えてるよ。そろそろだと思うんだけど。まだかな？よいしょ。よーし！やってやったぜ！ダブルになりましたよ。へー、ラウンドクリア、ボーナス。10万かな。やったね。ここいいよね。ここの音楽好きです私。よし。よ、スライムやだね。ああ、ちょっと待ってくれ。やられてる。ああ、ちょっと待って、助けてください、助けてください。ボール。あれ、なんかボールゲットした？よし。よし。ちょっと強くなったぞ。あ、痛い。やった！ボール、どこ行っちゃった？よし。ツーマッチョ。竜が落ちてきてる。あ、やばい。スリー、あ、待って。危ない。待って、あ、どこ行っちゃった？私、あれ？獣になるためのやつがいない。ミスったかな？ミスってるわ。ちょっとスリーマッチョになるための私の、白い子どこ行っちゃったの？いたーい！白い子。
白い子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 、お前じゃないな、どこ行っちゃったかな、あ危ない危ない、このさ黒黒ってか茶色、あ来た来た来た、絶対今ボール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 、よーい、かっこいい、かっこいいよ、もうこうなったら最強よ、危ない、よしドラゴン、ドラゴンになったらもうちょっとちょっと上下操作怖、上下操作怖い、痛い痛い、こうだな、これ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 、ウェルカムって言われた、倒すぞ、危ない危ない、ああ待ってね、ちょっと待ってね、よし倒しましたよ、やりましたよ、ラウンドクリアっぽんなす、ちょっとギリギリだったけどねいいわ、やったー、テリーン、いやー2位行きましたよ、よし、よよよ、アリかアリか、あ来た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 、おいちょっと、あ落ちちゃったあ、見逃してた。はい、ということで、本日はメガドライブの10号機で少し遊んでみました。最後まさかのね、穴に落ちるという、非常に悲しいね、終わり方をしてしまって申し訳ない限りなんですが、楽しかったですね。ほらちょっと、5か6面までだったかと思うのでね、まあ、全制覇すべくね、頑張りたいと思います。ということで本日もご視聴ありがとうございました。